人まくって、あとはもうこの親ですね。そうですね、うん、もうそれこそ無限に連チャンして、さあ水原一筋の光が見えたか、この親番どこまで迫れるか。お、赤あるぞ。ドラは9番です。ただ他が何がある、役配があるよ。何でスピード感があるか、うん、上がりレンチャン、スピードも大事ですね。あとは子供が遅いことを祈りましょう。速そうな人がいますことに。早い。そして小宮もペイジャでペイがドイツ、速そうな人が。だから小宮はね、ちょっと手作りたいの、大平をまくりたいから。まだ大平2局でまくるのは十分可能です。1万3000点差、はい、ここ超スピード勝負はしづらいです。小宮はペイ泣かなかったですね、うん、やっぱりね、先天ではあんまり状況に変わりがないので、次局満つもで同点までなんで、うん、もうちょっと欲しいですよね。最低でも水原をまくる上がりをしておいて、次局大平までまくりたいですね。大平も狙われている2着目、上田は局を進めたい。チューンアンコは盤着か、ペッペ落としあるか。とりあえず小さでもいいけど、単品三色とかいろいろ夢広がりましたね。なるほど、うん、高くしていくならペイ落としもある、うん、この曲一撃で大平まくりは相当偉いよ。ドラ9万が統一なのは大平、うん、さあどのような展開になるか。水原3ピンが重なって、これはどうするか。1枚切れの E ピン、そうですね、枚数で E ピン切れですね。水原としては現状のターゲットが大平で130ポイント差、うん、なので今回トップにトップまでいかなくても2着3着とか2着ラストとかにすれば、最終戦大きめのトップラス条件は残りますね、うん、なるほど。シャアは大平が欲しかった牌ですが、こちらおたかぜです。お、天牌ですが、シャアが2枚打たれたんだ。2枚目でしたね、打たれたのは。なるほどね、シャア2枚打たれなければね、シャンポンリーチ言ってましたかね。シャンポンリーチ言ったと思いますけど、シャア2枚打たれるの分かってたらカンニャンマン残したかったんですけどね、うん、さあ水原なんあんこにしました。さあそして上田が来た、リーチ両面ならと、サブローピン待ちです。この人たち本当に すごいね、もうリーチなんですね、この点差で勝ってるとこからさらに行く、うん、しかしこの水原の親番、水原は来ますよ。そう、それ分かってるでしょうね。リーチっていうのはもうタイトル戦はこうやって勝つんだっていう風に、あのベテランたちがやってますね、うん、ここで手を緩めてはいけない、うん、サブローピン山に残り2枚です。さあ水原追いつくか。さあ勝負するのは当然で、何を勝負するかですね。どこから切っていくか、先輩チャンスとチーピンかウソどっちかなんですけど、ポンすることとスモリさんアンコと考えると、うん、キューピンやチーソーでもいいですね。そうですね、これ難しい選択ですね。安全度もあるんで一応ね、うん、ローソーがリーチ前に切れてるから小さでいくか。キューピンだ、端っこの方にしましたね。少し安全も見て、あとはローソーがチーしやすいとかありますかね。あとこのダントツの上田のリーチというのはどう見ますか。これもう間違い、うん、まあさすがに両面待ちだろうなとは思いますけどね、うん、両面のね役なしには思いますよね、うん、ドラは何枚あるか分かんないですけど、役がないようには感じますよね。相対的に少し安い可能性は上がると思います。なるほど、役なし両面っていう感じはします、うん、待ちはそこそこいいけど、まあ、押してもいいかなと、うん、役ありでこう決めに来られるとね。そうなんですよ、ちょっと裏を書いたと、そういった形になってきました。さあ切りづらいが、ここは押していく。上田の待ちはサブローピン。小宮が全然ちょっと少しギブアップしましたね。はい、うん、これでもうメンツ崩しました。さあ追いついた、つもりさんしかもこれ当たり牌吸収しました。水原追っかけた、うん、ウーソーとチーピンのシャンポン待ちです。あるね、1枚ずつあるね、ある2対2、あ2対1だ、
3ピンがもうなくなった。逆転したの。ハネマンかバイマンで枚数もこっちが有利。水原に大物手が入った。枚数2枚水原の方が有利。さあどうなる。まず一発目力入りますよ。一発だともう8000オール、はい、一発目どうだ。一発目なんだ。8000オールだと本当に上田まで見えてきます ね。トップ見えてくるんで。ありますよ。現状4万点差が一気に7000点差ぐらいまでいきますよ ね。うん、ね、お大平親の現物が二間リーチに挟まれた。親の現物ないね。2人にイソとチソが通ってるんで裾は切りやすい。うわー無筋打った。パーピン筋もあったんですが、どうせ中途半端な筋切るぐらいなら無筋。イペコードながらのイシャンテンをまっすぐいったんです、ね、すごっ。これもすごくないですか、すごい。だって大平さんもこれ打ったら、親に打ったらもうこれ小宮にまくられる可能性出てくるんで、さあ当たり牌ローピンですよね。はい最後1枚ですね。上田の当たり牌山からなくなりました。これ中筋ウーピンとかなのか。つかんだ大平。中筋あ三層が現物になりましたね。で三層4枚見えたんだ。ウーソも中筋、まあ、現物ですね、うん、現物三層、はい、さあ上田これはピンチか。上がり牌山からなくなったのは上田、ね、なくなったもんね。チーピンウーソはまだに山2対0。水原大チャンス積もった。浦さんどっかで見た3ピン浦さん上田にやり返した。水野さん、なんドラゴン、はい、また10班の倍満でした、はい、2回もありますこんなこと。裏ドラまで一緒の水原、これは素晴らしい8000オール。リーチ棒付き8000オールでね、本当これ3万4000点縮まるんですよ。トップに立つといいですね、分かんなくなりましたね。分かんなくなりますね。いや水原の位置がこの8000オール成就させました。全然近いですね。マンガン出上がりどこからでも OK ですか。おそらくそれぐらい。7400点差だったからさっき同点だ。お今8000点差マンガンなら同点ってことですかね。ちょっと同点不服ですね。順位点は分けになってしまいます。ポイントマイナス80の人は同点トップ不服ですよね、プラス25ずつになるんですね。さあオーラスです。大平の親番ドラは3ピン。大平きっちりリーチをかけて先ほどの曲は逃げ切りました。裏一乗るとね本当に小宮はもう吹き飛ばしてだったんですけど、小宮ギリギリ跳ねつもですよね。そうですね跳ねつも条件は残ってますね。跳ねまんある。どうでしょう。とりあえずドラにはくっつきましたが、1日3の3色になればですね。なるほど。水原のマンガンもまあマンガンぐらいなら赤ありなら割と見える、うん、小宮は羽根マンが欲しい。ちゃんたか端に寄せていくもあるか。ウーマンウーソを切っていきますか。一応まあ3色面ピンツも3色ドラのコースは残すと。水原のマンガンコースはどうですかね。とりあえず赤ウーピンはありますが、そう赤ウーピンがリーズも赤は最低保証あるんで、あといい班まあ何とでもなりそうな3色か表ドラか一発か裏か、うんうん、確かに最後はもうそこですよね、うん。さこみやこれで統一が4組になった。チートイコース出てよかったんじゃないですか。ハネマンといえばチートイ。リーズもチートイドラドラです ね、うんうん、うわーいいシャンテンだ。3色見るかなとなるとチーマン残しませんでしたね、うん、上田もいいところが入ったがここから先どうするか。あと大平はこの曲このまま終わらせた方がいいんですかね。どうなんだろう。上田トップ、小宮ラスが一番大事ですよね。小宮ラスで、ただ一回上がるともう小宮の跳ねつも条件も消せそうなんで、うん、ただ水原がトップになるとなんか上も下も近づいてどうなるかなってどっちがいいんでしょうね。上田のトップと水原のトップ
大平にとっては。これ難しいですね。どっちでも良さそう。ただ3位との差という意味では、うん、水原が離れてた方がいいですね。うん、そうですね。どっちがいいんだろう、ちょっとわからないな。確かに敵が1人増えちゃうのか、水原トップになると、まあ、かなり離れてるとはゆえ、なるほど、やっぱり一人ちょっともう県外にいてもらった方が大平としては戦いやすいですか。うん、確かにね、水原2着だともう本当に上の3人一騎打ちで有利な一騎打ちが出てる、うん、はい、さあ3番入った、ね、水原がトップだと小宮と水原がマイナス30ぐらいで並んで、うん、どっちかが大平とのトップラス条件みたいになりそうですね。2人に狙われる立場になる。あ、いきましたね。さあ大平ここはリーチいきました。関数層待ち。そうですね、まあ、ただ今回上がれんなんで、これ流局でも OK なんですよね、もうこの並びで終わるし、上がったら上がったで、まあ、やっぱり自身の2茶とかトップ浮上が何より偉すぎるん で、ね、うん、はい、リーチでもいいと思います。で次局4戦オールだともう決まるぐらいですね、うん、はい、さあ小宮ドラドラになりました。チートい見切ったけど、リーチを受けた一発目、ここは考えたい。これもチートイに、ほぼチートイになるよ。めえ、メンツテか、ゼロメンツなんだけどな。2枚切れのペーを落としていきました。さあそして水原は8000どこからでも単独トップになれる。メンピンドラウラでトップですよね、はい、でパワー1とシャアどちらが安全か、うん、まずはパワー1から。大平の町の数層は2枚山に残っています。上田がこっそりテンパしましたね。現物連打で、はい、役なしのペンチー層、うん、積もれば大金星、上田トップです。あー買うぞ、これは水原の満願条件で欲しい、うん、あーそうですね。さあ上田ここはスッとテンパイ崩しました。そうですね、上田は全く行く意味ないです。うん、水原がこれで単用に変化しないと一発裏条件ですね。どっちか現状だとリーチピンフアか、うん、いい判断にないね。一発もしくは裏条件でだいたい 30% ぐらいですか。もうちょいありますね。もうちょいある、どっちか。これあの一番裏ドラが乗りやすい重なりのないピンフなんで、うん、35% ぐらい乗るんで、うん、一発を含めると 40% ぐらいの、うん、逆転じゃないですか。そうやって聞くとなんだか高いような気がしますね、うん、から上がりのうち半分近くが、なるほど、うん、逆転になりますよね。ただウーパッソーがバリ4枚、手配に2枚、残りパーソー2枚だけですか。2枚ですね。ペンパーソーになりました。スチーピンは3枚ぐらい残ってますかね。あ、チーピンここに来た。チーピン、まだ3枚、チーピン、うん、チーピン2枚、スーピン1枚、うん、パーソーがパーソー2枚だけ、うん、小宮はどうするか。もし点を防いで最終戦勝負でもいいですよね、この点差、この順目だと。そうですね、うん、シャン点数がね、6、7、8の3色が見える。そのコースがあったか、それ残した方がいいか。シャーぐらいはもう目をつぶっていくか、このままだと終わっちゃう。あ、現物のウーピンね、なるほどね、3色コースにかけた、うんうんうん、ただこれスーピンもウーソーも見えてはいないですからね、うん、実際は残ってないんで、ね、うん、これはかなり思い切りましたよね。さあ水原追いつけるか、単用にもらった、単用に高くなっていく、うん、マンガンあるよ、ダマテンマンガンもあるよ、単用三色の。さあそして大平キューピンのアンカン、シンドラはパーソーです。パーソー、あ、残ってる方パーソーは、そうですね、本当に水原ダマテンマンガンになったら単用三色ドラ1でダマテンマンガンありますね、うん、ね、パッソポロリとかも狙ってもいい、チーピン引いたら現物パーソーですからね、うん、ありえますね、うん、しかし残り積も番が少なくなってきた。あと数層まだいるんですよ。そうね、ずっと二山だね、まだ2枚いるんですね、うん、ずっとこのまま行くと大平が入って、はい、
来た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 、どうするつもばあと1回で、やっぱりウソロンの可能性がある以上は基本リーチですよね。で大平から上がれば一発か法廷なので、うん、出上がりは必ず8000になる、うん、8000どこから出上がっても水原はトップ、うん、ダマ天にしてのパーソー、シンドラのパーソーがこぼれるか。そうですね、ダマ天のメリットは上田小宮のパッソーローン捉えられるのがメリットだが、うん、このあと一巡でパッソー出るのか、だったらリーチしてしまった方がという、うん、リーチすればウーソーのロン、大平からの嘘とか、自分の嘘つもでね、嘘つもありますからね、やっぱりリーチですね、基本はリーチですよね、うん、水原少年は残り一巡、ここまで考えちゃうとパース現物のパーソーとはいえ出にくいし、そうですね、うんうん、残り一巡リーチかダマか、パーソーなら3色、しかし嘘だと条件を満たさない可能性がある、ね、リーチいった、そうですね、さあこれ一発積もか出上がりか、違う方、相当高いですから ね、さああと1回ずつ水原の一発目と背底の大平、はい、どっちかにパーソーね、数層も2枚いるし、数層2枚パーソー2枚、え、うん、2対2、さあどうだ、どっちでもない、チーピンこんなにいた、あと1枚、さあ背底です、どちらがいるか、何がいるか、うっパーソーだ、パーソーだ、え、水原が捕らえた、羽根マンから裏ドラで、あ、バイマンだ、あ、これ大平ラスじゃないですか、大平バイマン打ってラスですね、バイマン1万6000はリーチ棒出している、大平、大平がラスだ、これで4着になる、これは小宮横移動で助かった、はい、バイマンですね、メンタンピン3色、メンタンピン3色法廷ドラ、裏裏数層が乗りました、水原このハンチャン倍満2回上がりましたすごいね、え、南さんから倍満2回上がってトップ、はい、ここまでなかった上がりの分を一気に取り返すかのように、うやっぱりプリンセスは何か起こるよ、大事件が起きました。さあ第3回戦トップを取ったのは水原明奈、スリアルチャンネルをご覧いただきありがとうございます。スリアルチャンネルではマージャンや人狼の動画をほぼ毎日アップしてます。チャンネル登録はこちらにお願いします。高評価もお待ちしてます。